皆さんは数学の研究ってどういうういももんんんだかかご存知知でしょうかもちろん知りませんよねあの数学の研究なんてあのテレビで紹介されたりっていうことはまずありませんから社会に知ってもらう機会がなくてそれでよく誤解されるんです例えば数学にはもう新しく研究することなんてないとかっていうかそもそも数学なんて社会の役に立たないとか。 皆さんもこれから進路を考える上で数学というものがこういう印象を持たれているかもしれませんけどもそれらは全て間違いだっていうことをぜひ皆さんにはご紹介したい専門的な難しい話をここでするわけにはいきませんので簡単な例を使ってご紹介しましょうこの数字6と28この2つは実は特別な性質を持っています何かというと 皆さんもちろん約数はわかると思うんですが6の約数というのは1と2と3とそれから6自身このうち6自身を除く1と2と3を足し合わせると6になりますいいですか28も同様です28の約数のうち28自身を除く残り5つを足し算すると答えは見事28になりますつまり自分自身を除く約数の和が自分自身になるっていう性質ですね 実はこの性質はすごく珍しい性質で1から100までの間で考えてもこの6と28っていう2つしかありません1万までで考えたとしてもわずか4つですそれがどうしたんですかって思ってるでしょうけども実はですねこの性質を持つ整数っていうのは完全数って呼ばれてるんですけども実はこれは今から2,000年以上昔の古代ギリシャの時代から研究されているもので。 古代ギリシャの時代からこの1万以下の4つの完全数は全て知られていました2000年前です紀元前ですあの日本で言ったら弥生時代2000年以上の間研究されているにもかかわらずこの完全数については未解決の問題が今でも山のように存在しています例えば完全数は無限にあるのかとかっていうこういうのはえっと有名な未解決問題です2000年以上昔から人類が研究を続けそれでもまだ未解決で 現在を生きる我々がそれに挑戦できる2,000年以上の人類の謎が我々を待っているんですこれこそ数学が持つ魅力だと私は思いますでもそれだけではありません完全数の研究というのは実は素数の性質と密接な関係があるんですがこの素数の性質というのは現代の暗号システムに応用されていて例えば皆さんが使うインターネットとか銀行とかの金融の機密情報とか そういういのすべて素数の暗号によって守られていると言っても過言ではありません数学というのは社会の役に立たないどころか数学こそが現代社会の基盤を支えているんです数学は歴史を超えて日々進歩する夢のある学問でありそして同時に現代社会を支える基盤となる学問ですこれから進路を選んでいく皆さんにとってぜひこのことを知ってもらいたいと思い今日はお話ししました